宮本正氏は日本の実業家、投資家、スマートコミュニティ代表取締役会長、かつて株式会社スクウェア初代社長としてファイナルファンタジーを世に出した。徳島県生まれ、灘高等学校を経て、早稲田大学卒業。相大在学中にコンピュータの時間貸しビジネスを始めた。実家に戻ってから父が経営する電気工事会社。 デントモ社のソフトウェア制作部門を横浜市に開設し、自ら統括していたが1986年9月、デントモ社からソフト部門を買い取る形でスクウェアを設立。1987年12月、ファイナルファンタジーシリーズの第一作、ファイナルファンタジーを任天堂ファミリーコンピュータ用に発売。以後、1988年12月に、ファイナルファンタジー2、 1990年4月に、ファイナルファンタジー3、1991年7月に、ファイナルファンタジー4と立て続きに発表し、合計450万本を売り上げた。売り上げ額は、ファイナルファンタジー4で120億円になる。しかし株式公開直前の1991年、初めから35歳になったら新しい事業を起こしたいと思っていたからと説明して、 社長を退任。その後、アパレル業界に展示、レディースアパレルチェーン店、S システムを創立し、医療品、ブランドファイナルステージを展開、ビーナスフォート構想にもアイデアを提供した。2010年、千葉市に立つシニア向け分譲マンション、スマートコミュニティ投げの運営会社、スマートコミュニティを設立。最後は社会に役立つ事業にと思い定めたのが、シニアタウンだったという。 スクウェア退社後も一投資家としてゲーム業界に関わり続け、一年の半分を米国で過ごしている。2002年秋、スクウェアがエニックスとの合併計画を発表した際は、野村証券が算定したエニックス1株に対して、スクウェア0.81株の比率に不満を表明し、合併反対を示唆したことから、スクウェア側の比率が0.85に引き上げられた。 その後もスクウェアイニックスの大株主の一人であり、2012年3月には持ち株比率6.13%、2014年3月には6.09%だったが、以降は持ち株比率が少しずつ下がり、2015年3月に4.12%、2016年3月に2.69%、2018年3月に1.69%、 2020年3月に1.50%にまで下がった。大黒屋グローバルホールディングの大株主でもある。会社概要運営会社、スマートコミュニティ投げシニア向け分譲マンション2012年11月11日付、日経 MJ 株主分布、31マーチ2012、2012年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月3日閲覧株主分布31マーチ20142015年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年10月3日閲覧株主分布31マーチ20152016年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年10月3日閲覧株主分布 31マーチ2016、2017年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月3日閲覧。株主分布。31マーチ2018、2019年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月3日閲覧。株主分布。31マーチ2020、2021年5月23日時点の オリジナルよりアーカイブ。2021年10月3日閲覧。ありがとうございます。